大家好、アイです。今日私が日経エアラインの CA として働いていた時に、日経エアライン CA のダークな部分を感じたエピソードについてお話しします。どの職業にもいいところもあれば悪いところもあると思うんですよね。もちろん CA という職業にもあります。いいところは別の動画で紹介しますが、今日はダークな部分にフォーカスしてお話ししていきます。これから日経 CA になられる方に、入社してからちょっと思ってたのと違うなどギャップを感じてほしくないので、あまり良くない部分についても私が感じたことをありのまま共有したいと思います。では早速いきましょう。ここは軍隊、体育会系。これは私が1年目でまだ国内線しか飛んでなかった時の話ですが、いつも通りフライトが終わって帰ろうとしたら先輩に呼び止められたんですね。いきなり怒られました。なんで怒られたかっていうと、若手がそのまま帰るなんてありえない、あなたが外国人だから分かってないかもしれないんだけど、若手がそのまま帰るなんてありえないよって言われたんですね。いや、フライトが終わったから帰るのは普通でしょって思ったんですが、その方は、若手はその日のフライトが終わったら居残りをして、国内線では毎回必ず同じフライトに乗務をしていた全ての先輩に一人ずつアドバイスを聞いて回る。国際線では担当クラスの先輩全員にアドバイスを聞くのが普通だって言われたんですね。いや、どこの体育会の部活だよって思っちゃいました。もちろん若手のうちはわからないことが多いので、わからないことはフライトの間とか終わってから先輩に聞きに行くことが大事だと思いますし、実際に私もしていました。でもフライトの後に先輩全員にアドバイスを求めるって正直意味あるのかなって思いました。聞かれた先輩も困ったりすると思います。私と全然違う担当区分の人は、私が仕事してる時はもちろん見ていませんし、私へのアドバイスしようがないんですよね。なのでそういう先輩は自分の経験談を話してくれます。それも正直なところ3人目からだいたい話が被ってくるんですね。結局怒られたからにはやらなければいけないと思って、正直意味はあるのかなって思いながらも、その後から私が会社を退職するまで全ての先輩にアドバイスを聞きに行ってメモを取っていました。もちろん自分のレベルアップの向上に先輩にアドバイスをいただくのはすごい大事だと思いますが、先輩全員に聞くのは本当に非効率だと思いました。今でもそう思っています。けど私が退職するまでにそれをやり続けてきたのは、外国人だから日本のルールわかんないっていう風に二度と言われたくなかったからです。短距離のフライトはまだ全然よくて、十何時間にわたる長距離のフライトの後、フラフラしながらクラス全員にアドバイスを聞きに行ってたのは辛かったりもしましたね。もちろんどれだけ居残りしても残業代は出ません。日経エアライン CA の非効率で体育会的なダークな部分を感じましたね。14時間密室の陰湿な女社会。女社会の仕事ってもちろん CA 以外にも看護師さんだったり美容部員さんだったりたくさんあると思うので、分かってくださる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり女だらけの職場だと可愛いとか若いとか愛想が悪いとか生意気とかの理由だけで陰湿ないじめや嫌がらせをする人もいるんですよね。でも CA の場合、他の職業と違うのは、フライトに乗っちゃうと完全に密室になってしまうんですよね。密封とした逃げ場のない空間で陰湿ないじめとかがあるとどうしようもないんですね。例えばあるフライトであるミスが発生していました。一人の若手 CA の区分にあったお客様の忘れ物にその若手 CA が気づくことができず、そのまんま自分が出発したんですね。そして自分でその座席にお座りになったお客様からお申し出があって、それに気づいたんですね。実はこれは安全に関わるミスになります。なんでかというと、もともと機内に存在しない、もしかしたら不審物にもなりうるものを乗せて次の便を出発することになったからです。 CA は前便の後にマニュアルに決められた区分で、例えば今日の私の区分は1列から10列の左サイドであれば、1列から10列の左サイドに不審物がないかという視点で忘れ物だったりを確認する必要があるんですね。そのミスは私の安全に関わる担当区分ではないんですが、担当してたのはそのフライトのあるベテラン CA のお気に入りの後輩だったんですね。そして私はそのベテラン CA からあまり好かれてなかったんですね。なのでフライトが終わった後にそのベテラン CA は周客室乗務員を巻き込んで私を責めてきました。正直その子もちゃんと見てなかったのは悪かったかもしれないけど、結局あなたが一番いけないわよ、あなたがサポートしてあげなかったからこうなったじゃん、納得いくよねねと3回言われたんですね。
どうしても納得いてほしいんだなって思いましたね。 CA だったら誰しもが安全に関わることはマニュアル通りに動くのが普通だってわかることです。むしろマニュアル通りに動いていない方が怒られます。なんですが私はそのベテラン CA に嫌われているので、どうしても私を教育して怒りたかったご様子でした。そして周客室乗務員はそのベテラン CA と仲がいいので一緒になって怒ってきましたね。正直なところかなりの無茶ぶりでした。マニュアル通りに動いてもダメだったらもうどうしてほしいのって思いました。また違うフライトで私はあるお客様に機内販売を頼まれていて、売ろうとした時に機内販売用の機械がフリーズしてしまったんですね。その日の周客室乗務員が来て何も聞かずにいきなり、あなたが壊したんでしょう、どうしてくれるの、ねえどういうつもりって言ってきたんですね。もう無茶ぶりすぎて正直何も言う気にならなかったです。私がその機械を触ったらその機械が壊れちゃうような能力ないですし、アイアンマンの見過ぎですよ先輩って内心思ったんですね。周客室乗務員とは長話になりそうと思ったので、そこで私はまず違う機械で販売してきますね。フリーズしてしまった機械は後ほどマニュアルを見て確認しますねって言ったら、もう向こうが大激怒で、あのさ私の言うこと聞いてる、どのこうのとかいろいろ言われたんですね。そこまで言われるともはや誤解されて悲しいという気持ちもなくなりました。あと私ではないんですが、フライト乗務中にある若手 CA がベテラン先輩に自分の本当のお財布を隠されてしまい、着陸後若手 CA は自分の財布がないことに気づいて困っていたら、あなたの身の回りの管理はどうなってるんですかと怒られた話もあります。あとはいじめで本当にメンタルに来てしまった人は、外地のホテルからみんなで空港に移動するときに頭がおかしくなってしまって裸でロビーに来たっていう話も聞いたことがあります。もちろんそういう陰湿ないじめや嫌がらせをする人は限られます。 C のいいところは毎回フライトするメンバーが違うので、毎日嫌な人と働くわけではありません。なので若手をいじめる人とか嫌がらせをする人は要注意人物として若手 CA の間でリストアップされています。日経エアラインは男性 CA がほとんどいない女社会なので、こういう女社会の闇は常に感じます。日系企業なのに日本人 CA の身分が一番低い？これは私が国際線を飛び始めてからの話なんですが、日系エアラインには海外ベースの外国人の CA もいるんですね。中国とかタイとか韓国とか、そういう海外ベースの CA は日本語を話せない人が多いので、 CA 同士のコミュニケーションは英語で行います。私は国際線のある便に乗務していた時に、チーフが海外ベースの CA にある仕事の指示をしたんですね。その海外ベースの CA はそれは私の仕事じゃないからやらないって言ってその指示を拒否したんですね。サービス業務において誰が何をしなければいけないっていうのはそんなに細かく決められていないので、基本的に CA が率先して私が何々をやりますっていうことが多いんですね。特に日系エアラインは仕事を振られる前に仕事を探すのが美徳とされていますので、みんな積極的に私が何々をやりますっていう場合が多いです。ただ外国人 CA にはそういう仕事を率先してやる習慣に慣れてない人もいますし、指示に素直に従わない人もいます。あるフライトで外国人 CA がチーフの指示を聞かなかったことがありました。チーフは外国人 CA 相手に何も言えず、結局その怒りを日本ベースの CA である私に八つ当たりをして、隣で見てないで早くこれやってと怒り口調で言ってきたんですね。文化の違いはあると思いますが、クラスをまとめてるチーフなんだし、はっきり外国人である部下に指示出ししたらいいのに、それができなくて日本ベースの部下に八つ当たりするのはおかしいですよね。日本人の中には外国人にはっきり直接伝えるのが苦手な人も多いので、結局仕事を頼みやすい日本人の若手とか私みたいな日本ベースの CA に仕事が来ることが多いです。そして八つ当たりされることも多いです。日系のエアラインなのに若手日本人 CA の身分が一番低いという変なところを感じたエピソードでしたね。私たちの代わりはいくらでもいる？これは日系エアラインだけではないかもしれませんが、 CA になると CA としての私の存在価値は何なのと悩む人が多いです。どの路線でもどの機材でも乗務できるように訓練を受けるので、逆に言うと代わりはいくらでもいます。そして毎日何があってもいいようにスタンバイしてる CA の数もかなりいます。
フライトでご一緒する CA メンバーも毎回違いますし、同じお客様と会うことはほとんどありません。この便は絶対あなたじゃないとダメっていう仕事ではないんですね。営業とかだと数字に残せるので、いくら頑張ったかは数字を見ればわかりやすいんですが、サービスは形のないものなので、むしろお客様に満足していただいて当たり前ですし、自分ならではの価値を表現するのは難しかったりもします。それで悩む CA は多いと思います。一方で CA は保安要員としてサービスよりもお客様の安全を守るのは一番の仕事です。誰が乗務していても安全なフライトを提供しなければいけないのが前提なので、そうなってしまうのはしょうがないかなとは思います。あと何十年も CA として活躍されていて、上の位置に上がって会社に評価されるようになると、またやりがいなどを感じやすくなるとは思います。パイロットは神様？これはエピソードというか、いつもそうなんですが、多くの CA がパイロットを神様かのように扱います。パイロットが歩いて移動するときは CA がドアを開けて待ったり、疲れていてもパイロットが外地でお食事に誘ったらついて行ったり、特に年配の CA はパイロットへの媚びの売り方がすごかったです。もちろん飛行機の中ではキャプテンは最高責任者ですし、 CA は部下という立場なのはわかります。そして仕事中はチーム一丸となって働くのは当たり前です。でもパイロットを接客しなければいけないような職業ではありませんし、なんでフライト以外の時間もあなたに気を使わなければいけないんですかと感じる時があります。ドアの話も当たり前かのように、 CA が開けたドアを通るパイロットもいるんですけど、レディーファーストとか知らないのって感じですよね。新人 CA は先輩 CA のためにドアを開けていますのでね。もちろん紳士的なキャプテンもいます。よく外資系エアラインのクルーを空港で見かけますが、パイロットが CA に偉そうにしているところは一度も見たことありませんし、 CA もパイロットを接客してるかのように扱ってるのを見たことはありません。どこの日系企業でも同じようなところはたくさんあると思うんですが、日系エアラインもそういう古い雰囲気があります。はい、日系アライン CA のダークな部分を感じたエピソードについてお話ししてきました。ビデオの最初でも言ったんですけど、どの職業にもいいところもあれば悪いところもあると思うんですよね。今日は日系 CA のダークな部分にフォーカスしてお話ししてきました。また近いうちにいいところは別の動画で紹介します。では今日のビデオが好きだったらいいねボタンお願いします。またチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バーイ。